俺何が今一番イラついてる。あいつがずっと電話しましょう。もういいや、こっち来るな。下手に現場行こうだって言って。プチッと切ってイラしゃべってる。この動画をショーアンサーの前にします。これを見てどうするんだっていう動画にしようぜ。ショー、答えろ。22だろ。あ、これやべえなってなって。カメラ止めてほしかったら止めたるぞ。大丈夫です。うん、ですよ。もうちょっと笑い話じゃないなとはもう止めたるよ。やめるんかなと思って。俺それで緊張してきてんだよ。気は落ちてましたよ、ね。目指すもんっていうのが今わかんなくて。はい、おはようございます。こちらは9月の20日夕方6時過ぎなんですが、資材置き場に来ています。今日来た理由はですね、堀川翔に、まあ、営業で、まあ、怒られたというか、まあ、もうお前現場行けよみたいな感じで現場行かして、まあ、アンサー動画みたいな、ちょっとまあおふざけしたみたいなね、動画上げたんですけど、なかなか連絡が本人が、もう10日以上経つんですけど、連絡がないんですよ。こっちからね、なんか電話するのも、尺っていうか、まあ、あいつから電話ないかなと思って、待ってたんですけど、なかなかないから、もうちょっとこっちから行こうっていうことで、今来ています。実習生が、外で、帰りを待つ。はい。じゃあ行ってみようと思います。ちょっと緊張するな、ね、ちょっと。ねえ、ショーはいねえ。え、うまくいった。あ、そこに。あ、全然ない。後ろに来た。そういうことっすよ。聞いてる。いや、何も聞いてないっすよ。こっちも緊張してきたよ、なんか。おい、あいつ。はい、あ、そういう。どこへ行く。ショー、どこへ行く。はい、あ、すいません、はい、失礼します。もう電話しよう。すいません。いや、本当にあの、あ、間違いないですね。あ、20見たの。先週の日曜日に竹と飯行って、その時に気づいて。あ、聞いてなかったの。あ、見てなかったっす。その時に、で、竹と喋っとって、その時に気づいて、うん、うん、絶対そう、お前。いや、マジです。で、本当に、あ、これやべえなってなって。なんで？やばいなっていうか、まあ、そもそもだろ、俺怒って、お前もういいわ、もう明日から現場行けって言って、はい、明日からじゃなくて月曜日からって言ったら土曜日を覚えて撮ったっていうマッチングがあるけど、あ、そこなんて面白くないよ、お前ちゃんと動画なんか救いだろ、逆に、はい、逆にお前を助けされるためになんかチャンスを与えた、ネタにしてくれたわと思って逆に動画にしたけど、気落ちてましたよ、あ、嘘つくんだろ、何も考えていねえだろ。いや、めちゃめちゃ考えました、本当になんか、あ、何を落ち込む必要があるの、今までやってきたことが、うん、例えば、まあいいよ、まあ、動画、まあ上手に谷崎さんがまあ上手に編集してくれるんでいいよ、はい、別に動画っぽく言わんでいいよ。カメラ止めてほしかったら止めたるぞ。あ、大丈夫っす。あ、別に、まあ、ちょっと笑い話じゃないなとはもう止めたるよ。いや、じゃあ俺も気まずいもん。お前が来んから、こっちだってお前と等しく気まずいだろ。違います。じゃあなんかお前に電話したくても電話できへんもん、ね、用事があっても。はい。だけどこっちからお前チャンス来たら、お前がダサいもんね。はい。一生お前に残るでな。はい。だけど、もうなんか日報の件とかもうお前に電話しなあかん用事、めちゃくちゃあんのに。あ、すいません。ここは使って大丈夫です。あ、とりあえずでも本当にショックっていうショックじゃないですけど、うん、本当に気は落ちました。なんか
どういう落ちるの？落ちるっていうかなんかまあ、うん、そのなんかストレスとかじゃないんですけど、うん、それはショックだから人そうそう自分のいや自分なりに頑張っとったんだろ。あそうっすね。そうなのに、でしかも自分の首を自分で締めとるの分かるんですけど、どこでお前言ってるか分からんけど風がなんかやな。でそれだってお前にとっては別に間違ったことしてないと思ったわけだろ多分。風で休んだ、いや多分それ以前もあるんですけど、やっぱちょこちょこは、はい、何でもしろ、いやそう自分の意思っていうのをいやこれ別に本当に動画で言う、ああいやいや上手上手、前から考えてないんですけど、うん、じゃそれが面白いね本当お前の感情じゃなかったから考えれないんでバレちゃった、うんリアル、そうもう本当にリアルなんですけど、うん、気まずいみたいな、え気まずいし、その今例えば今じゃないですけどその前電話してもなんか、うん、意思が固まってないっていうか、なんかこのままやっとって、うんうん、ミオもそんなこと言ってた、ミオも本当何も言ってこだ、俺にはあいつは何も言って絶対いいのよって言ってたもんで、いや私から何もそこは触れて、何も社長の名前すら出してとか言って多分見とると思うけど、いや多分あっちも気使って多分あいつなりにそうそう言ってたよそうだね、もうなんかあいつなりに、いや社長の名前出すだけでもそうですよ、ね、いやそうだ、まあ、いやだけど多分向こうも私に聞きたいんだけど、はい、私に聞いたら社長に漏れると思って変に聞けんのか社長の名前に触れてこんのだよねとか言ってじゃあ俺からしたらカンタとかリュウジがお前に社長に連絡しろよって言わんこと自体もおかしいと思ってるからね、俺は外から見てあいつらには言ってるけど、はい、あれ仲間だろうって言ってカンタにはなんか社長からどうだこうだって言っとったんですけど、うん、ただ、うんなんていうんですか、連絡を遅れてすいませんっていうだけしか、連絡遅れてすいませんは別にないやん、別にそんな、いやそうなんですけど、まあ、すいませんっつってここで意外で今やってますでいいじゃん、でずっとお前と連絡取らんかったらやり取りできんだろ、いやいいよお前はもう別に、いや、やめるんだ、やめるんかなと思って、俺それで緊張してきてんだよ今日、いや違います、あやめる、いやでも そういうことなの、でもいやそうです、だけどお前は別に素直な気持ちがあんのに、すみませんで、ね、いいやです、はい、映ったからちゃんと映った視聴者の皆さん叩いてませんからね、私は見えないです、暗いで暗いで飛んでみましょう、めちゃくちゃ怖いです、嘘、あ俺の顔映ってない、もう見えない、あそうかそうか、これが明るいもんで、はい、気まずいな気まずいな、だじゃあ館内でも変わらんだろう、だっていやそのなんて言おうなんかないじゃん、いやなんて言おうかじゃなくてこっちに戻ってきて、うん、まあそのカンタが営業行くまでは、うん、まあいつに任しとったわけですよ、うん、段取りを、うん、まあ多少はやっとるですけど、うん、でやっぱそのまあ行ったら作業員なわけじゃないですか僕も今はまあ一番下っ端みたいな、下っ端ではないですよ、いやまあまあでも、うん、まあそんな感じじゃないですか、うんうん、あそういう気持ちで来とんだ、そういう気持ちで、もう一回一からの気持ちで、はい、まあその今まで文句も言っとったんですけど、うん、まあ文句も言わず、うん、終わり、いやいやで、お前言ってバカだな、違う違う言葉だろ、気まずいなと思った、絶対考えてないの、いや本当にマジっすよ、だったら家でミオに言うだろ社長、いや僕をだからみんなにも言ってないし、なんでなんかそう誰かに言いたくないっすよね、そういうこと自分で自分で自分でって感じなんで、かっこいいこと言ってるけど電話してきてるんだよ何日そう多分3週間、じゃあやめろって言ってからな、もうやめろじゃなくて足はもう行ってこいって言って3週間ですね、3週間はい、あの動画関係ないもんな、めっちゃけど、はい、あの半分ネタで逆にお前もあれで気楽になったかなぐらいな感じで見とった、まあ、あれで電話しやすいのよなこいつって思ったの、いや逆にあれでちょっとまた落ちましたね、落ちたっていうか、まあ、なんで内容でどのやつで俺見てないであんまり、まあ、まずサムネが首って書いてあったんで、まあ、サムネは別にいい形式なんだそれはだけどまだお前の3ヶ月見ただけじゃもうぶっちゃけな、それは腹割ってクソだなまあ、でも、逆に、まあ僕も今、あ、ちょっと一つだけです。何まあ、あの、風なんか俺どうでもいいじゃない、風じゃない、そこもあってだけな。熱のやつな。まあ、それもだぞ。全部、また溜まってだぞ。そうです。ぶっちゃけ、そんな。一個のことで、おばあさん、怒ってないですよ。まあ今、
まあ、いいですか。いいよ。下っ端になって、うん、現場で動くわけじゃないですか。うん、やっぱ仕事くれるっていうお客さんがいるんですよ。うんうん、でもやっぱそうなるとやっぱなんか悪いんですけど、まあ営業とか行っても楽しいなと思うし、うん、でその目指すもんっていうのが今は分かんなくて、まあ、連絡だろ。まずは。はい。その喋った時言っとったわ。なんか夜勤かなんかでもお前の段取りが悪いとか、あれとこれとこれ持ってきていつ取ったのに全然現場職人伝わってないもんで、いや聞いてないですとか。そのあの任せきりにしとったっていうのはですね。なるほど。それって親方だったら致命傷やん。はい。だって営業では3ヶ月何が学んだかって、もうまず学ばなかったのは、ほうれん草レベル1だってことを学ばなかった。はい。じゃあ俺そこそこ連絡取れとるっすよって思っとったら、お前への150万の投資無駄だでな。そうです。はい。次、この今日の予定のやつの相手平松、うん、お、ちゃんと日本やっとるやん。カメラが回ってるでピシッとやっとんじゃないのかな、お前ら。これが4日間、あ、まだかな。お前ら髪の毛さっぱりしたの。めっちゃイケメンになったよ。ポーズします。は？なんでここもいらない。あ、いらない。はい。顔がなんか微妙だった。はい。元気もなかった。はい。リュウジ、こいつが元気もなかった。元気はありますよ。なんか悩んでました風なこと言ってたけど、嘘だろ。いや、それでもみんなに見してないです。言えるだろ、お前のバカなんだから。そこはバカじゃない。そうだ、バカだよ、お前。バカにあそこもここもねえじゃん。そう、そうでしょ、3人。いい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょ、前2人みたいな、こいつに今の社長に連絡しろとか。まだ行ったの。関東行ってました。行ったの。どうやって行ったの。どうやって行った。うん。連絡信用。で信用ってさ、分かったーって思ったの。大丈夫しょ。大丈夫しょ。分かった。何？大丈夫しょ。本当に。お前らこら。お前はんの？何ですか。何をすかじゃねえで、今ここ、この部分で。何をすかって。お前知ったぞ、お前。あ、ね、お前いや、俺も結構今日来るの気まずかだって。いや、それだって連絡しとこうから。だってお前もうやめてけみたいな。もうお前や、もう決めてこいとか言って。行って3週間連絡ないんだから。だけど、お前らもなんで言わんかったのかなと思って。社長に連絡したの。社長に連絡したのか。うん。ね、仲間を蹴落としたいんだ。蹴落としたいんだ。そうやって見えるんだよな、ほんと。俺から見たら。なんか蹴落としたいというか、バラバラ。なんかみんなで盛り上げているように見えないんだよな、これ。なんか、お前やれよ、つって。なんか。一定動く人間なんすかね。そうそう。じゃないけど、そうじゃん。なんか、まあ会社が結局回ってかないわけじゃん。お前らミーティングもだって俺何回も言っとるやん。翔がいないでミーティングできんがや、とか言って。あいつ電話しごもで電話できんだよ、こっちから、つって。でもこっちから電話したら終わるな、ってこいつが、と思ってたから、俺は。その、なんか、ってこの、生まれるのを待っとったんだけど、生まれてこうへんから。いや、辛いじゃん。そうそう、わかるんだよ、それ。仕事とかでも電話するのって辛いじゃん。すいません、大変前に行くの。お客さんとかでも。聞いてもんの？聞いてますよ。一番聞いてます。聞いてねえ。一番聞いてます。はい。じゃあ3人。足場フル株3人。今後の成長、期待しています。よろしくお願いします。よろしく。暗いわ、お前。俺も暗くなっちゃう。俺なんか、ちょっとやって。ミオいねえとやりづらいけど、まあさすがに今日ミオ呼べんなと思って。ミオ呼んだらどこでも喋りづらいやん。はい、やります、はい、まあちょっと微妙な空気がお互い流れてますが、これが仕事なんで、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。せーの、OK。
Yeah.